ボールこう取るときにここの幅がこう広すぎず狭すぎずこうボールが1個入る分ぐらいを開けることです。膝を曲げるっていう意識よりもなんか足首をしっかり曲げるっていうことを意識すると自然と膝も曲がって股関節も曲がっていい姿勢を取れると思います。